お願いします。あれあれあれえあ、なんかさ、マウスが重いな。相手の顔がすごいですね。でんですかね。これどうしようかな。相手飛車先つかないんですね。なんか右四間の匂いがするのでやだな。四間飛車にしてみるか。ただ右四間飛車にするかどうかわからないですからね。今ここついてきましたけどね。あ、やはり右四間でしたね。あ、5一金型とかやるのかな。5一金3一金型とかね。てか時間で負けてはいけないですね。とりあえず5六歩型で待つのが、そういう戦法なんでね。高見の学、まあ、とりあえず高見のというか高飛車というか高飛車の態度というか、まあ基本的に私いつもね、高飛車の態度取ってますからね。2分30秒。これ同金でさ6五銀とぶつけてくるのかな。6五銀同銀、ああ歩打つんですか。これ銀引いて、まあ、銀ぶつける手もあるんですけど、引いた方が守りに効くかな。5四の銀はあんまり働いてないので、まあ、5七銀の方がね守りに効いてるので、この銀の交換はあまりしたくないなというね。であとは桂馬を、これと金を作られたくないので歩を打っておきましょうね。で角とかもし設置してきたら一回飛車逃げといてみたいなね。これはどちらがいいんでしょうね。まあ、右四間側としては言い分は通りそうですけど、ああ竜作る、まあこれも取るんじゃないですかね。あ、でも角とか打ってくるのかな。7九角ちょっと気になりますか。7九角で5八飛車、ここに行くしかないですからね。ただ角、まあ相手だけね竜作ってるのがちょっとね気に食わないって言えば気に食わないですけど、どうしようか。まあでもまあなんか角とか設置しときますか。まあ香車取ってね。これは受けますね。まあそこで8八角成とかゆっくりねやってくるんですね。まあこちらも香車もらうとしましょうかね。これ桂馬は逃げちゃおうか。まあ桂馬いつか取られるか。あ、まあでもそうですね。まあそうですよね。これは飛車をぶつけた方がいいかな。ぶつけるか。多分竜逃げると思うんですけど、どうしようかな。ちょっとなんかまあちょっとこんな感じですか。ただ銀がね手順に守りの方に行っちゃうので、なんかなって感じもするけど、だからこちらから攻めるのがねちょっとなんか、あ、どうしようかな。あ、まあいいや、もう垂れ橋で今日は。垂れ橋ってなんか筋悪いですけど、なんかね歩を打ちたいですけど歩が打てない。ああ取ると、あ、桂も、ああそうやるんだ。ただそれはでもちょっと歩を無駄遣いしてるような気もしなくもないけど、まあとりあえず言い分をね通しておきましょうか。これなんか飛車取ってくるかもしれませんね。飛車取って同金で飛車打ちとかね、あるかもしれないですね。これ、ああそっち打つか。いやなんかねあんまりいい感じしないですけどね。香車打つんですか。これ取って取って取って全部清算するとどうなるんですかね。同桂なり同金な、でも4八銀とかあるのか。でも金を引いておいて、ああそっちですか。1分、香車とかで時間稼ぎしときましょうか。まあこれ同飛車成とね無理やり切ってくる可能性は、まあ、あるっちゃあるん。取って角打ちもあるかな。あ、もしくはこうか。あ、いや、これ同飛車成がまず、あ、これ同竜されるか。あー、これあかんなー。これあかんですね。ちょっとこれあかんですね。まあでも一回金取るか。まあ即詰みは多分ない。あー、でもそうか、即詰みあるのか。あー、銀打たれて金打たれて詰むと、あ、やんなかったか。これは金打って。今2八銀でね、詰まされてたんですよね。ちょっとね。あ、でもこれも詰まされてるか。1七銀打ちで。右四間飛車ってどうやって対策すればいいのかな。あ、切り、あ、それでも詰まされてる。いや、でも3九銀、あ、そっちから打つのか。30秒。あ、そうか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 。いやー、ダメですね、全然。ちょっとこれも、あ、でも、そっか。まあ、もらうしかないですね。おいしい将棋じゃった。勝利はすぐそこじゃ。はい、今日は2019年5月なんですけれども、まあ、この話をするのはちょっと、俗世間的でどうかなって感じもするんですけど、この前琉球新報に10歳の YouTuber が掲載されて、その10歳の YouTuber は小学3年生の時に宿題やらずに学校に行ったら先生に怒られて、なんか休み時間とか放課後に宿題やらされたので、なんじゃこれはもうやだよこんなのって言って、なんか先生や大人たちの言うことをはいはいあはいはいってこう素直に従ってる同級生たちがロボットに見えたので、あ、自分はこんなロボットになってはいけないって言って、まあ学校行かないようになりましたみたいな、そんな話をしてるみたいなんですけども、まあその記事が掲載されたらもうインターネット上でもう批判の嵐が起きまして、なんか YouTube で検索してもさ、なんか10歳の不登校 YouTuber ゆたぼんを君はなんちゃらかんちゃらとか、なんかこう批判する動画がたくさんアップされてるんですよ。まあそれらの批判動画をいくつか見てみたんですけども、いや、なんか面白いですよね。ああ、やっぱり人は学校に行きたくないんだな、学校行きたくないけど無理やり行かされちゃって不満を抱いているんだと。でもさ、自分が弱っちいから学校行きたくないのに行かされてしまってたって思いたくないから、学校に行くのは人として当たり前のことで、学校にはもう行かなきゃいけないんだと、そういうもんなんだっていうふうにしとかないと、自分が学校に行ったことを正当化できないじゃないですか。だからやっぱりこうゆたぼんくんみたいに、学校に行きたくなかったら行かなくてもええんやでって主張する小学生に対しては、やっぱりこう叩きたくなるんだろうなっていう、その人々の嫉妬とかそういう感情がプンプンに漂っていて、なんか面白いなと思ったんですけど、今回は10歳の YouTuber 少年革命家ゆたぼんを批判する人たちを批判しようかなと思います。で、彼を批判している人はたくさんいるんですけれども、どういうふうに批判しているかをですね、まあちょっと簡単にちょっとまとめてみたいと思います。あ、ちなみにですね、この論争のきっかけになった新聞記事なんですけれども、以前の動画で取り上げましたので、ちょっと紹介したいと思います。歩き人の将棋ウォーズ、かっこ、戸塚に毛嫌いされそうな人物発見。もし何のことかわからないっていう方は、これを検索してください。この動画の中で元記事を私が読み上げてますので、ぜひ見ていただければなと思います。で、この記事を踏まえて、いろんな人が、少年革命家ゆたぼん、あれはダメだ、親が良くないとか、なんかいろんなこと言ってるんですけども、まず最初の批判のパターンとして、不登校だと、今はいいかもしれないが、将来苦労するとかね。なんかそんなことを言う人がいましたね。まあ小学生のうちは別に学校に行かなくても、まあそんなに大した影響はないし、まあ、小学生のうちから YouTube やって、不登校は不幸じゃないぞ、みんな学校に行きたくなかったら学校行かなくてもいいんだぞって主張してる10歳の男の子が「ああ面白いね」って林立ててくれるけれども、じゃあ中学生になったら高校生になったら、いや高校に行くかどうか分かりませんけども、大人になるにつれてそういう変わったやつはなんだこいつって思われるようになって、ちゃんとした職業にもつけずに苦労する羽目になってしまうじゃないかと。で親はそういうことをちゃんと子供に教えるべきだってね、親はそういうことを、子供に教えるべきだとまあ要するにこの社会は学校に行かない人が不利な扱いを受けるようなシステムになってしまってると。だから学校に行かない、嫌なことから逃げて宿題なんかやりたくないよって言ってね、ダダをこねて今やらなきゃいけないことから逃げていると将来しっぺ返しを食らってしまうじゃないかと。そういうことをちゃんと親は子供に伝えて学校に行かせるべきだ、親が悪いっていう、そういう主張がよくあるんですけれども、たださ、損得の概念とかどういう状況を苦しいと感じるかとかね、そういうのがさ、大多数の日本人とゆたぼんくんたちは違うんじゃないかな。まあちょっと書いておきましょうか。損得の、概念、何を苦しいと感じるか、どんな生活が豊かであると捉えるかの定義が大多数の人とゆたぼん、まあゆたぼん一家としましょうか、ゆたぼん一家は違っているのではないかということなんですよ。つまりね、例えばゆたぼんくんが今学校に行かずに将来経済的にその貧乏になったとするじゃないですか。でもさ、あ、ゆたぼんくん貧乏になっちゃった、キャハハってみんな笑うかもしれない。でも、お金がないと惨めな人生って捉えるかどうかはわからないですよね。だってさ、自分だって結構嫌なことから逃げてきたわけですよ。ネクタイ締めるの嫌だ、スーツ着るのも嫌だ。ね。で、結果どうなったかっていうと、同年代の平均的な人の年収の半分も稼げてないと思いますよ。じゃあそれで、私は人生失敗したって思ってるかって言ったら、いやいやいや、めっちゃ大成功したと思ってるんですよ。だって仕事で人にあれこれなんだかんだと言われることもないし、こうやって YouTube で好きなことペラペラ喋ることもできるし、旅行にも行けるし、何にも不満ないですよ、はっきり言って。だからそこで、うわ、歩き人のやつ、嫌なことから逃げて、しなきゃいけないことから逃げ続けた結果、あんな惨めな生活してやんの、ざまあ見やがれって誰かに言われても、ああ、そうですね。惨めな生活してますね。惨めな生活してますせ、イエーイって感じなんですよ。だからそんなさ、不登校してると、将来苦労するとか脅しても、説得力ないんですよね。あとさ、その10歳の YouTuber ゆたぼんを批判する人たちが、なんか、ゆたぼんくん、君は自分のことをかっこいいと思ってるかもしれないけど、人はそうは見ないんだよ。人は君のような人を認めないんだよ。君はそんなんじゃね、人から嫌われてバカにされて、そんなのかっこ悪いじゃないかとか、そんなこと言う人がいますけども、そのさ、人から承認されることにさ、価値をどれだけ見出すのかって話ですよね。そのさ、人から評価されて、人にいいね、いいね、いいねって言われることが市場の価値だって思ってる人にとっては、ゆたぼんくんが嫌われていたら、はい、ゆたぼんくんの意見は否定されましたって結論になるんだろうけれども、本人は人から承認されること、評価されること、いいねって拍手されることが一番の目的で YouTube やってるとは限らないわけじゃないですか。いや、自分は人からの評価なんかいらんよと。人から高く評価される必要なんかない。自分の言いたいことを言って、一部の人の、ほんの一握りの、ほんの少数派の人たちが自分の動画でちょっと救われればそれで十分って思ってるかもしれないじゃないですか。ねえ、なんで多くの人から評価されることが人生の目的なんだっていう価値観を前提に話しちゃうのかなと思いましたね。まあそういう批判をしてる人たちに対して私は幸せはいつも自分の心が決めるっていう相田みつを先生の言葉をお送りしたいと思います。ちょっと書いときましょうか。幸せはいつも自分の心が決める。幸せの定義は自分が決めるものなんですよ。他人に君はこういうふうに生きるのが幸せなんだってとにかく言われることではないんですよ。ね。大多数の人が抱いている幸せの概念とゆたぼんくんが抱いている幸せの概念は違うんじゃないのってね。いじめられて不登校になるのは仕方がないけれども、宿題やりたくなくて不登校になるのはただ甘えてるだけだ、逃げてるだけだって主張する人がいるけれども、本人にとっては宿題をやらされることがいじめられることと同じように苦痛だったかもしれないじゃないですか。ねえ、他の子のようにロボットになりたくないっていう思いは、多くの人がいじめられたくないっていう思いと同じぐらい強いものだったかもしれないでしょ。幸せはいつも自分の心が決めるように、不幸せもいつも自分の心が決めるんですよ。あとそれから批判の2つ目のパターンとして、宿題やりたくないっていう理由で不登校を肯定するような意見は、本当にいじめられて苦しんでるような子たちの心に響かないんじゃないかっていう、そういう意見がありましたね。ちょっと書いときましょう。宿題をやりたくない、ロボットになりたくないという理由で、不登校を進めても本当に苦しんでいる子たちの心に響かないのではないか。で、これに関してはむしろ宿題をやりたくないっていうしょうもない理由で僕は学校に行ってないけれども元気に毎日生活してますってアピールすることによって、ああ、そんな理由で学校に行かないやつもいるんだ、じゃあいじめられて学校休むのは当たり前だよねって言っていじめられて学校に行かない子が救われるんじゃないでしょうかね。学校には必ず行かなくちゃいけないっていう社会通念があるじゃないですか。その社会通念があるから自分が学校でいじめられたとしても本当は学校行きたくないんだけれども、でも学校は行かなくちゃいけないから学校休むことは許されないって言って一生懸命学校に行ってしまって苦しんでしまうっていう、自分自身も経験ありますけども、そういう子たちがたくさんいると思うんですよ。その子たちに対して、僕は宿題やりたくないから学校行かないよって言えばさ、あ、なんだ、宿題やりたくなくて学校休むやつがいるのか。だったら、いじめられて学校休むなんて当たり前だよね。そんなの当然の権利だよねってさ、そういうふうに心に響くんじゃないかなと思うんですけどね。だからむしろ、しょうもない理由で、一般的にはしょうもないと思われるであろう理由で、学校行かないっていうことによって逆に本当に苦しんでる子たちの心に響くんですよ。ちょっと書いときましょう。むしろしょうもない理由で学校を休んでいるやつがいると知れば学校は必ず行かねばならないという社会通念の圧力が緩和し、救われる子が出てくる可能性があるということですよ。ね。てかさ、そもそも本当に苦しんでる子たちの心に響くか響かないかをお前らが評価してどうすんだって話なんですよ。それはお前らの心には響いてないでしょうよ。でも響くやつの心には響くからお前らが心配する話じゃないよ。そもそも10歳の YouTuber ゆたぼんを批判してる人たちの動画はゆたぼん一家には何にも響いてないと思いますよ。ああ、また自分たちが変わったことやってるからといって叩いてるやつらがいる。そんなやつらに負けずに頑張ろうってゆたぼん一家やその応援してる人たちは一致団結するんですよ。やっぱり人ってさ、共通の敵を作ることによって一致団結して、えいえいおーってなるじゃないですか。それはさ、第二次世界大戦中の日本が、鬼畜べーって言ってね、なんか日本一丸となって、欲しがりません、勝つまでは、みたいな感じでさ、戦争に突っ込んじゃったとかね。そういうもんでしょ。だから、10歳の YouTuber ユタボンを批判してる人たちの動画が、誰の心に響くのかって言ったら、同じように、学校に行くのはけしからんっていう、社会通念を守ろうとしてる人たちの心に響いて、その人たちのコミュニティの中で評価されてるだけであって、ユダボン君たちには全然響かないから、残念ですねって話ですよ。そして3つ目の批判のパターンが、ロボットになりたくないと言うが、お前は親のロボットじゃないか。っていう、こういうね、批判のパターンがありましたね。つまり、同級生たちが先生の言うことを、はい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 、あ、はい、仰せの通り、あ、はい、おっしゃる通りって従ってるからロボットに見えて、僕はこんなロボットになりたくないって言って、学校を休むようになったんだけど、いや、そういうお前は、その親の影響を受けて、その親のロボットになってるじゃないかと。親に洗脳されてるだけだって批判する人がいるんですけど、たださ、これもあんまり意味のない批判で、本人はとにかく先生の言うことをはいはいはいって聞く、そういうタイプのロボットにはなりたくないっていうことじゃないですか。だってさ、何かしら人は他人から影響を受けて、様々な規範意識とか、様々な原理原則に従って生きてたりしますよね。だから、親の言うことに、あ、はい、はい、わかりました。あ、お父様、お母様、あ、はい、わかりました。あ、はいって、従順になることはロボットだけれども、先生の言ってることに、はい、あ、はい、先生のおっしゃる通り、あ、はい、はいとかね、同級生たちの言うことに、あ、はい、みんなの言う通りっていうことは、それはロボットじゃないよとかね、そんなこと言えないわけですよ。だって、そんなこと言ったらさ、いや、だったらさ、私から言わせれば、お前らみんなのロボットじゃねえか。ねえ。日本人のほとんどの人は、みんなのロボットになってんじゃねえかよ。親のロボットでも先生のロボットでも、歩き人のロボットでもなく、みんなのロボットだろ。みんなによって動かされてしまう、みんなに操縦される、そんな奴らばっかじゃないですか。お前ら全員みんなのロボットだよってね。そういう批判だって成り立つわけですよ。そんなこと言ったら、ロボットじゃない人っていうのは、誰からの影響も受けないし、誰が作った原理原則にも一切従わない、もう究極の自分教原理主義者しかないじゃないですか。そういう風になれっていう風に主張してるんかな。いやー、なんかみんな教のロボットの人たちって、その自分がみんな教のロボットであることを気づいてないだけじゃないかな。ユタボン君は、そのロボットっていう概念を抱くに至ったわけだから、君たちよりも賢いんじゃないかなと私は言いたいですけどね。てか、そもそもさ、ユタボン君は親のロボットだとかね、親がああだと子供がああなっちゃうんだとか、そんな風に批判する人いますけれども、たださ、親が子供に対して暴力振るってるとか、虐待してるとか、そういうね、明らかに不正義なことやってない限り、親のさ、教育ってある程度自由でいいと思いますけどね。いや、だってさ、親が子供に対してする教育に対して外部から批判する人ってさ、その、普通じゃない教育をしてる人に対して叩いてるだけじゃないですか。例えば私は親が子供に対してお金を無駄遣いするなって言うべきではないと思うんですよ。でもさ、じゃあ目の前に親子がいて、親が子供に対して無駄遣いしてはいけないよって言ってたら、そこに私が駆け寄って言って、ちょっとお母さんそういうこと言うべきでありませんってさ、介入するかって言ったら介入しないですよね。それはだって、その家庭の問題だから、そこにさ、他人がとやかく言うべきではないでしょ。ねえ、その、お母さんが子供に対してピシャンピシャンってね、もう徹底的に暴力振るってたら、いや、それはちょっとね、ちょっとそれはあかんでしょっていうのがあったとしてもさ、その無駄遣いをしてはいけないって教えるのが正しい教育なのか、無駄遣いをするなって一切言わずに勝手にやらせるのが正しい教育なのかってさ、社会全体で議論をして結論を出すべき問題なんでしょうかね。そんなのさ、その家庭ごとに勝手に考えればいいことであって、社会全体でこれが正しい家庭教育ってさ、決める必要ないと思いますけどね。じゃあさ、例えば視聴者の皆さんに質問したいんだけれども、私に子供ができたとするじゃないですか。で、私は歩くことが人にとって根源的に重要なことだっていう理念を掲げて、それを子供に教えようとするんですよ。で、まずはじめに田舎にドーンと家を建てて、そこに家族みんなで暮らすんだけれども、田舎なのでスーパーまで10キロぐらい離れてるわけですよ。で、10キロ先のスーパーまで家族全員で歩いて買い物に行くってことをやるわけですよ。つまり自分が、お父さんですね。で、お母さんと子供3人で田舎の国道をテク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 ずーっと永遠と10キロ歩いてスーパーまで買い物に行くと。で、また10キロ歩いて帰ってくるってことを毎週のようにやると。往復20キロですよ。子供が小学生のうちから歩くことは大切なことなんだって言って、往復20キロの距離を家族全員で買い物しに行くってことをやると。ね。で、最初はやっぱり子供の足ですから、やっぱり10キロだとどのぐらいかかるんかな？ 2 時間じゃつかないですよね。3時間ぐらいかかっちゃうのかな？3時間ぐらいかかるかもしれませんけど、でも少しずつペースを早めていって、最終的には自分と同じように意識せずに時速6キロのペースで歩いていけるように子供を鍛えていくわけですよ。そうやって自分の足でどこでも好きなところに歩いていけるっていう力を子供に身につけさせるってさ、こういう教育はやっちゃダメなのかな？いや、多分ね、その地域で噂になると思いますよ。子供は親の影響を受けますから、自分はこんなに歩けるようになった。遠くまで歩けるようになった。そして歩くペースもだんだん速くなってるってことをさ、誇りに思うようになるじゃないですか。で、それを小学校で同級生たちにペラペラとね、自慢するわけですよ。そうするとさ、同級生の子たちは、きょとんとした顔して、あ？君何言ってんの？だって10キロ先のスーパーなんて車でピューンじゃん。なんでパサパサ歩いてくの？お前んちおかしいんじゃないの？っていうわけですよ。で、それでさ、地域のお母さん方の間でもさ、噂になるわけですよ。ねえねえ、知ってる？歩き人さんちって子供を10キロ歩かせてスーパーまで買い物行ってるんだって。なんだそれ、子供がかわいそう。何やってん、なんなのそういう、ってさ、そんなの子供、なんでそんな親のよくわからない思想を子供に押し付けようとしてんの？そんなの子供がかわいそうってさ、噂されると思いますよ。でも私に言わせれば、そうやって噂しているお母さん方の方が子供を洗脳してるんですよ。だって小さい頃から子供を自分の自動車に乗せて連れ回してるわけでしょ？そんな生活してたらさ、子供は、どこに行くにも自動車がないといけないんだな。だから大人になって自動車の運転免許を買って自分の車を買わなければ自分は移動の自由が覚悟できないんだ。自分の行きたいところに自分の足で行けるっていう自立性は養われないですよね。常に親に連れて行ってもらわなければどこにも行けないっていうさ、そういうもうなんか依存体質になっちゃうじゃないですか。私から言わせれば彼らの方が子供をロボット扱いしてるんですよ。でも多くの人は車で連れ回すのはロボットじゃないけれども、歩いて買い物行く歩き人系の方針は子供をロボットにしてるって言うでしょうね。それどうしてかっていうと、それはもう多数派か少数派かの違いでしかないんですよ。で、そもそもロボットって何かっていうと、操り人形ですよね。つまり自然な環境であればそうは動かないはずの人物を、人工的に動かしてしまうからロボットなわけじゃないですか。じゃあさ、例えばちょっと視聴者の皆さんにお願いなんだけれども、いやお願いっていうか命令なんだけれども、今から私とじゃんけんをしましょう。ね。じゃあ手を出してください。いきますよ。じゃんけんポン。はい、皆さん何を出しました？私は今パーを出しました。グーを出したあなた負けです。チョキを出したあなたおめでとうございます。あなたの勝ちでございます。今さ、じゃんけん応じてくれた方いらっしゃると思いますけども、あなたは歩き人のロボットじゃないですか。だって何の影響も受けなければ、今あなたはここでじゃんけんはしなかったでしょ？でも歩き人が命令を下したことによって、それに従って動こうかなっていう気分が生じ、じゃんけんに応じてくれたわけじゃないですか。ありがとうございます。ね。そのように自然状態であればこうはしなかったんだけれども、何らかの圧力によって動かされてしまった。それがロボットでしょ？じゃあさ、ユタボン君をロボットだって主張してる人たちってさ、そのみんなの影響で、そのみんなにその大衆に迎合してしまうことっていうのは自然なことだって思ってるんですかね。そのみんなに従ってしまうと、みんなの方にフラフラついていってしまうのは、みんなに動かされてるんじゃなくて、それが自然の摂理だって主張してるのかな。そのみんなにその従ってしまうのは自然の摂理であって、それは当然のことなんだっていうのを前提にするんだったら、まあ確かに少数派であるユタボン一家のユタボン君はもうロボットかもしんないけど、でもいわゆる普通の教育をしている家庭であっても、やっぱり親は子供に対してやっぱりある一定の価値観ってものを押し付けてるわけじゃないですか。だから多数派であるからロボットではなく、少数派だからロボットだっていうのはちょっと合理的ではないよねと思いますけどね。まあちょっと複雑な話になってきましたけど、まあちょっと書いておきましょうか。人は多かれ少なかれ、何らかのロボットとして生きている。自分がロボットなのか、自分が誰のロボットなのかを自覚できる人と自覚できない人がいるだけのことだってことですよ、結局。あとそれからさ、10歳の YouTuber ユタボンを批判する中で、一つだけ説得力がある意見があるとしたら、その学校に行かせないことは、その子供の可能性を狭めてしまうので、親の教育としていかがなものかっていうのはありますよね。つまり、教育方針はいろいろあってもいいんだけれども、学校っていうのは一応教育のプロが、まあ、学問を体系的に教えてくれる場所なので、そういうその、プロに教わるっていう機会を与えた方が、その職業選択の幅も広がるんじゃないか。それが自由な人生につながるんじゃないかっていうね。つまり自由であるためには情報が必要だってことなんですよ。例えば、その今脳死になってしまったら自分の臓器を提供するかどうかをその臓器移植意思表示カードに書いて持っときましょうって言うじゃないですか。で、例えば小学生の子に、もしも君が脳死になってしまったら、自分の心臓とか腎臓とか肝臓とかを提供しますかって聞いて、いいよ、僕は脳死になってしまったら誰かの役に立たせるために提供してもいいよって言うかもしれないじゃないですか。でもさ、その小学生は脳死ってどういう状態かをちゃんと理解した上でそれを言ってるかどうかわからないですよね。もしも中学生になって、あるいは高校生になって、脳死についてもっと一生懸命勉強して、いろんな本を読んで脳死について知識をつけたら、あ、やっぱり自分が脳死になっても提供したくないって考えが変わるかもしれないでしょ。だからちゃんとした情報を与えなければ自由な選択もできないし、自分がどういう人生を目指すべきかってことを考えるその材料ってものが、不足してしまうんじゃないかってね。将棋ってものを知らなければ将棋のプロ棋士になるっていう選択肢はないじゃないですかね。例えば私が、この社会はクソだから、もう世間はゴミクズみたいな奴らばっかだから、そんなゴミみたいな奴と自分の子供を接してほしくないと。そんな奴らと触れ合わせるのは有害だと考えて、自分の家にずっと子供を閉じ込めて、同年代のバカでアホな子供たちと接するよりも、なんかクソみたいな大人たちとね、触れ合わせるよりも、過去の偉い哲学者の本を読ませた方がずっとためになるって言ってさ、なんかプラトンの本とか読ませたりとかね、そんなことやってたらさ、例えば街を歩けば銀行があって、あ、銀行員の仕事っていいなとかね、あるいは電車に乗れば、あ、電車の運転手もいいかなとかさ、あるいはその、なんだろう、美術館に行って絵を見て、あ、自分は画家になろうかなとかさ、そういう選択肢がなかなか持てないわけじゃないですか。だからある程度、そのいろんな自由な人生の選択肢を与えるために学校に行った方がいいんじゃないかっていうのは、まあ、分からなくはないですよね。ただでもそれを言うんだったら、じゃあその人生の自由な選択肢を得るためには学校でなければいけないのっていう質問に答えなきゃいけないわけですよ。学校じゃなければ学べないんですかってね。学校じゃなくて図書館でも勉強できるし、親が本買ってきて子供に英才教育を施したっていいし、塾行かせたっていいし、あるいは子供と手をつないで、その田舎の国道をずっと歩いて、あれは山って言うんだよ。あれはね、かやぶき屋根の家だよとかね。そういうことを教えたっていいし、勉強の仕方なんていくらでもあるじゃないか。ね。なんで学校じゃなきゃいけないのっていう反論に対して、どう答えればいいんだろうってね。なんか、学校は勉強するだけじゃなくて社会性を身につける場所なんだ。ああ、社会性ですか。でも私、社会性とかないけど別に生活に困ってないけどな。だって自分なんて社会性ゼロだと思いますよ。だって、いや、視聴者の皆さんわかるでしょ。ああ、歩き人はもう社会性なんてもうゴミ虫だなって。あ、こいつはもう会社人としてやっていけないなってわかるでしょ。でも別に生活に困ってないもん。そういう人生を子供に目指させる教育が間違ってるってさ、外部の人たちがどう主張するんだろうかっていう話なんですよね。だ結局さ、そのユタボン君に対する批判ってさ、なんか意味ないんですよね。だって親の教育方針なんてある程度自由でいいじゃないですか。どういう教育を施したらどうなるかっていうのは分からないわけだし、普通と違うからいけないっていうさ、結局その感情的な話に収束しちゃうんですよね。いや、ちょっとさ、反論をお待ちしてますよ。いや、歩き人の言ってることは間違ってると。ね。ユタボン君の親はやっぱり間違ってるんだと。ああいう教育はね、不正義なんだって主張する人いたら、ちょっとぜひね、議論してみたいですね。いや別に本当にね、反論してほしいんですよ。いやでも、その反論のコメントを誘発するためには、どうしたらいいんでしょうかね。どうか5章ですから、反論の方、よろしくお願いいたしますってさ、もう頭を低くして、お願いする方がいいのか、それとも、どうせお前ら、僕に対して何にも言い返すことできねえだろ、ざまぁ言ってみやがれ、バーカってさ、挑発した方がいいのかな。そういう風に感情に訴える手法を私は知らないので、それが社会性がないってことなんでしょうけど、どうなんですかね。私は昔から理屈で生きてるので、自分は理論的に正しいと。だからいいんだって自己満足をして、で、堂々と生きてますから。だから、どうなんでしょうね。私は自分の両親のロボットなんでしょうかね。なんかよくわかんないけど。そんなとこですかね。ぜひコメントしてください。